そう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 。漫才師みたいな。いやいやいや。はい、まあ、寒いですから。寒いですね。寒いですが、はい。テルさんはすごいね。もう結構やってるんですよね。僕はそうですね、7年ぐらい。いや俺さっきテル君も見たんですけど、もうブレない。何にもブレてない。すっごいうまい。うん、もうこう見てくださいよ。イケメンで爽やかで。ちょっとワイルド系でゴルフが上手いってなんかもう最低ですね、もう最低だね。もうモテてモテてでもね、もうこう見えて変態なんです。何それあれですよ、あのゴルフは今好きだって言ってたじゃないですか、うんうん、だから好きってもんじゃないんですよ、うん、自分で家でゴルフクラブを磨くじゃないですか、でニヤニヤしながら、うん、ニヤニヤしながらこうゴルフクラブを磨いて、あ、綺麗になったっていう、そのゴルフクラブを見ながら酒飲む。酒の魚になるってこと。酒の魚でしょ。本当ですか。ゴルフクラブは酒の魚でしょ。今でもですか。今でも意味わかんなくないですか。どうですか、女性から見て。ゴルフクラブ食べらんないですもんね。確かにゴルフクラブは魚の酒が飲める。想像力すごいですね。美味しいですか。美味しいです。酒がうまいです。変態でしょ。変態だそれ。まあ、あの、こう、あの、お二人でね、はい、とりあえず楽しく、はいはい、やっていきたいなと思います。あの、初心者でも、まあ、コースに出て、まあ、どんな楽しみ方ができるのかっていうのを、ね、視聴者の皆さんにお届けできたらと思いますので、はい、ぜひね、その辺だと視聴者あの目線で、はい、はい、初心者目線と、あと変態目線で、ね、変態目線で、ぜひ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。第1弾、はい、もうゲストチームからで、はい、あえて中上さんということで、あえての3分の私。どうですか、でも立ってみて、いいな、打つたらあったら、だからどこに打っていいか、まずは、まあ、池にやんないようにぐらいのことしか分かんないです、うん、ちょっとなんか応援メッセージとかある、ね、何も考えずに思いっきり無心で無心了解しました。ありがとうございます先輩。進んだ。うちらどうしましょうかね。僕行きます、これ。おー、いい音。わー、わわ、そんなにでもすっごい飛んだ。へこんでるよ。グダグダな展開の両チームに初っ端から不安がよぎります。しかしここであの男が、やはり木と木の間を打たなければいけないので、低めに、はい、できるか分かりませんが、はい、やってみます。頑張ってください。いやー、いきなりかよ。難しい。私のせいですけど。すごい、いいスイングですね。音が違う。ピュッピュッってなってる。いきます、はい、出るように祈っててください。はい、じゃあ寺之介さんお願いします。お願いします。出るかな。俺はできる子。おー、おー、すごい、ナイスショットです。大丈夫かな。ええわ、大丈夫ですね。まっすぐ行ったでしょ。まっすぐにしか見えなかった、はい、ナイスショット。すごい、ナイスショット。すごい、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 ナイスショット。これは私が3分でも勝てるかもしれない。ドンと胸を貸してやろうか。お願いします。俺についてこい。イエーイ。なんでキャラだ。なんかドラマで見るときあんなキャラじゃない。そうですね。すげー、はい、さすがです。ナイスショット。あざーす。ゲゲー、進めますか。移動中、竹財さんについて中井ディレクターがとある不満を。なんか女子高生とかが人気で、うんうん、あの音楽の PV とかによく出てるじゃないですか。あー、そうですよね。でカラオケ行くと竹財輝之介が出てる PV メドレーを竹財輝之介見たさに歌う女子高生がいるらしく、そうなんだ。そんな、すごい。その話を女子高生たちから聞いて。いや、女子高生とか言って大丈夫なんですか。なんか問題ないですか。コンプライアンス的に。大丈夫ですか。大丈夫です。女子高生と友達なんだ。友達じゃなくて、取材なんか謎の墓穴を起こす。大丈夫かなって。テレビなのにね。テレビですよね、放送されちゃう。女子高生もダメだと思うな。ゲゲ、僕たちのたまに興味持ってもらってますか。あんまり。あんま持ってないですか。はい、あ、すか。俺たちあんま興味ないみたいで。ちょっと、え、人が打つ時もちゃんと見る。
いやいや、だって女子と話してるのが楽しいし。いい結果だから結果絶対負けない絶対負けない出たよ出たよ前進んだ進んだ出たよ前進んだ前進んだ進んだ進んだ風ですよ風目が痛いもん関係ねちょっと私次打ちやすくなったな、ね、これ気が楽だね気が楽だなこれ武田さん何番を7番ウッドで7番ウッドでちょっと狙ってみたいと思いますはいじゃあお願いしますお願いしますはいじゃあ武田さんお願いしますはいやった今日も来ましたいやでも素晴らしいナイスショットですどこに行ったのなんか鳴ったいな素晴らしいとか言いましたごめんなさい素晴らしいショットいやなんか鳴りましたっけ、ね、ここはあのプロのワンポイントコーナーですワンポイントコーナーはいワンポイントコーナーなんか D で同時なくてナイスショットさん初めて、うん、役者ですから集中したらもうあのポイント、はい、もう前後もうクリア笛で笛なんだったの俺たち笛で崩せなかったら何で崩せるの本当っすよねまあとりあえずナイスショットナイスショットですすごーいさすがです素晴らしいありがとうございますでもあの笛はどうなんですかゴルフ的に僕も最初すっごいなんか申し訳ないですってなってたんですけど最近すっげー気持ちいい最低だな